分かった、うん、これを聖子の好きなことして売りましょう今日は皆さんに京都のこちらの企業をご紹介します。株式会社美濃代、創業120周年お菓子の原材料専門店として長い間老舗の和菓子屋さんお菓子屋さんに小豆や米粉などたくさんの材料を提供してきました。なぜ私が美濃代さんを知ったのか、これです。大豆で作ったコーヒー、この製品の名前のおかげで知り合うご縁をいただき京都まで呼んでいただきました。美濃代さんは今改めてきなこに力を入れています。2018年に専用工場も新設して大きくリブランディングしています。その中心はきなこ。なぜ今さらきなことも言われるそうです。なぜ工場を見せていただいてお話もお伺いしました。え、これが工場ですか？きなこ工場はいくつか見せてもらってますが、皆さんこだわるところが違うので設備、製法も違います。早速行ってみましょう。なんかすごいお疲れ様です。クリーンな感じですね。すっごい綺麗。こちら側が原料を置いておく原料倉庫になります。はい。こちらの北海道雪誉れという品種ですね。これ映しても大丈夫ですか？映しても大丈夫です。白目大豆を使わせて。ああ、そうなんですね。はい。除湿器と空調ですね。これで、まあ、年中温度と湿度を一定に保つようにしています。うん。大豆はそこまで、温度湿度を気をつけて保管されることが少ない。作業の目的に合わせて部屋を区切って虫が入らないようにもしてるんだとか。一応ちょっとこっちの方が空気が多いっていうか、そういう状態なので、開けてもそこから吸うんじゃなくて、うん、ちょっと出るような感じで、なるほど、虫が入りづらくはしてます。こちらが焙煎室ですね。はい。見ていただくと分かるんですけど、コーヒーのロースターを使わさせていただきます。かっこいい。本当だ、きな粉をいるのにコーヒーのロースターを使ってる。そうですね。うちのこれですと熱風焙煎で、はい、1回で60キロほど焙煎ができますので、うん、ここから大豆がこう上がっていって、はい、そうして入ってロースターに入って、はい、丸のところでいられて、はい、でこの下のところに、ここが、まあ、冷却のやつですね。ちょっと今残してますけれども、なるほど、流して見ていただく形になります。これで風を入れながら冷ましていく。そうですね、はい、風で吸う感じですね。あ、わあ、宝石のようでした。ありがとうございます大体このローストの記録がデータとして残りますので、はい、こちらで、まあ、焙煎の時間と温度ですね。あれ、見たことない機械がありました。少し分かりにくいんですけれども、はい、これ粉砕機ですか？これが、ね、脱皮の機械ですね。脱皮、はい、皮を脱ぐ。そうですね、はい、中で、ね、石臼が回ってまして、はい、その間を通るときに大豆が粗割りされていく形ですね。でその粗割りしていった中で、まあ、粉と、皮と、身ですね、はい、その3つになって出てくるのが、まあ、ここから前から出てきまして、はい、この下から風が出るのと、はい、上から掃除機のように吸い込む形で、比重の軽い皮と粉を向こうの方の保管のところに吸い込む形です。基準の重い身だけが流れていく形ですね。私これ初めて見ました。あ、本当ですか。粉にする粉砕機は上下2つあるそうです。まずは上の機械を見せてもらいます。大きな刃が見えますね。1分間4000回転ほど回りながら、大きなその刃で大豆をすりつぶしていきます。上でまずある程度の細かさにして、さらに下の粉砕機でもっと細かくする形ですね。なるほど、はい、それ
で使い分けてるんですね、上と下っていうのは。じゃあこういう形ですね。出ました、はい。先ほどのものよりもだいぶあの羽といいますか、ピンの間が、はい、隙間が狭くなってます。全然違いますね、はい、もう怖いです。もう食べられそう、押しつぶされそうです、はい。これも今ですと8000回転ぐらいですね。大豆の皮まで取ってわざわざ粉砕機も2つ組み合わせるなんてものすごいこだわりですよね。一概にこうそれが特殊ってわけじゃないんですけど、多分その立ち上げ始めはもうなんとなく溶けるというか、舌触りというか、とにかくそれが最高級だって僕らは信じてやったんですけど、でもご要望に応じて洗いのが好きとか、何でもできるので、これはなるほど、はい。洗いのを使うお菓子とかもありますもんね。あります、あります、ね、はい。全ての機械を今から動かしてもらいます。こだわりの新しいきなこ工場、丁寧に見せていただきました。ではなぜ今きなこなのか、これを代表の永瀬さんに伺ってみましょう。でも僕らからすると一番創業当時から、支持率が高いんですよ。栗の甘露煮とかも一時はドーンとその、まあね、売り上げをこう形成するぐらいあったんですけど、きなこはもう本当に昔から支持率が高いですね。で、あともう一つ、これはもう一番決定ですけど、うん、大豆でしょ、はい。で、国民がほぼ必要とする農作物じゃないですか。そうです。だからこれにやっぱ豊作不作のブレがあまりないんですよ。小豆はやっぱこんなんですよ、相場も、ね、栗もこんなんです。でもそれも季節というか、その時の気候によって。そうなんですよ。だからもう秋に台風が来たり、はい、もう夏のあのすごいうだるような暑さが激しかったりすると農作物って取れないじゃないですか、はい。とりあえずそれにそれ我々の生命線を注ぐのはリスクが大きすぎるって思って、やっぱり大豆って、まあ、お味噌汁の味噌もそうだし、お醤油もそうですけど、国民が全体がこう大豆をね、政府も手厚い、で我々はそこをその材料としてそこに命をかけた方がやっぱりいいであろうというのもこの建設に至った一つ、はい。あとでも聖子さんに至った海外ね。海外、うん、これは実はインバウンドがもう京都すごかった時に、はい、コロナの前ですよ。もう外国の方がいらっしゃるし、逆にお菓子屋さんが海外出て行かれた時に、その持ってた商品では持っていけなかったんです、海外に。規制が強くて、で問屋でしょ、はい。もしこれ世の中がもう行き来になった時に、はい、僕らは置いてかれると思って、うん、だったら自分が作ろうって、規制っていうのは例えば
規格に合わないとか、こういう処理をしてないとか、こういう例えば衛生管理でききれてなかったとか、はい、で販売することができなかった、ね、海外に出す手続き上の問題みたいな感じですよね。でこの工場の館の中に、大豆、お米、はい、小麦とかそういう穀物がいっぱいこう、まあ、あって、それを製造しているメーカーはダメ、うん、材料が混ざるから、はい、アレルギー物質が混ざるし、日本よりも外国もめちゃめちゃ厳しいじゃないですか。うーん、きな粉、いや本当ね、海外行くそうです。いや、やっぱソイビーンズっていう、うん、あのきな粉っていうそのものをまずは浸透させたいし、日本のこの素晴らしい原料をやっぱり一人でも多くの人に、ね、知っていただきたい、うん、もっともっと広めたいですね。もっと、ね、力を貸してください。こちらこそです。うちらも、まあ、自信を持っては出してますけど、まあでも完成はまだまだですね。なんでみんなそれ言うんですか。いやもうこれはどこのきな粉屋さんも完成してくれないんですか。いや、それだったらもし、うん、例えば聖子さんブランドでね、うんうんうん、私が作ったきな粉ですとかっていうのを一回やらないと思うな、でもこれいいなっていう気がするな、うん、そしたらその気持ちわかりますね。分完成って言えな言いたくない。あ、もっとできるんちゃうかとか、うんうん、100?200 グラムか品種って、あ、大豆の、そうですね、100以上ありますか。でも在来入れちゃうと400、500はあるって聞きますよね。であればそれでしょ、うん、で細かさでしょ、そう、温度でしょ、そう、うん、万通りの、そう、そうだ、はい、そうだったらいっぱいあるんですよね。そうそう、分かってくださる。全然分かります。お菓子屋さんのきな粉のジャッジはやっぱりめちゃくちゃ厳しい、高いというか、うーん、でもそれを上回るね、そんなこと、あの本当にかけてきますプレッシャー。昨日からねいろいろやってるんですよ。よいしょ。でも熱量は、はい、あのやっぱり専門さん高いですけど、我々もこれにもう私らの私の、まあ、少なくとも私の代はこれにかけているので、うん、やっぱり全社員がそういう風になってきたんですよね。だんだん最初は本当ね、広めたりなんでじゃあるんですかとか、うん、他の企業さんたらなんで企業そんなことするんですかとか、そうですよね、材料屋さんでしたね、はい、だからきな粉も他からそれこそ仕入れていたしっていうことで、でも、ね、わざわざ工場まで建てて、はい、きな粉にフォーカスして なんだよとっていう声もあったけど、いや本当ですね。でも普通のきな粉屋さんと違うのは、それこそ焙煎機はきな粉の、まあ、大豆の焙煎機というよりかはもうコーヒーの大豆の焙煎機を使って、はい、しかも皮を取り除いて、でも徹底した安全管理と、ね、衛生管理をしてるっていうのが売りということですね。そうですね。あ、名前細かい中落ちでしたっけ。中落ちって平気がマグロにしたらあかんねろけど、粉砕機の中にもう詰まってて、そうそうそう、もう細かすぎて、はい、通らない、通らない、残ってしまってる、商品化できないきな粉、はい、僕らも気づいてなかったね、これなんかある時気づいたんですね。ある時やね、掃除してる時に、はい、食べてくれる、これです。これさっきの粉砕機に、まあ、詰まってたというか挟まってて、もうこれ以上進まないというものをが一番美味しいとおっしゃる社長あります。商品できない、商品できない。分かった、うん、これを聖子のきな粉として売りましょうか。限定で、限定ですね。そう、限定なんですよ。手作業入りますからね。手作業の、もの出てこないですから、ね。何百グラムしか出てこない。中落ち。中落ち。なるほど。これいきましょう。めちゃくちゃ美味しいんですよ。一番細かい。さっきのより細かいですよね。うん、で、まあ検査も何もしてませんけど、うん、この美味しさと細かさ保つための賞味期限も多分短いはずなんですよ。絶対に1年とかそんなんじゃなくて。うん、
ていうなんかものにしたいんですけど、僕が今説明した工場の体裁とは全く異なるんで、ダメですね。全然海外行けないこの日なのは。そうそう。だからそれはもう来ていただいた人に食べていただくところで今止まってます。これだけで食べれます。そう美味しいですね。甘くてね。豆っていう感じね。豆食べてます。もうちょっとください。お持ち帰りください。大豆でコーヒーも作り始めたり、新しい試みに挑戦し始めた美濃代さん。もしかしたらこの中落ち、皆さんにお届けできる日も近いかもしれませんね。見てくださりありがとうございます。またね。